アイドルは多忙な職業だとよく言われます。テレビやラジオ出演はもちろん、握手会やライブ、それに向けたレッスンなど多忙な毎日を送っています。メンバーたちはいつ寝ているのだろうとつくづく思います。タフなメンバーが多い坂道グループですが、中には多忙から体調を崩し活動休止に追い込まれたメンバーや、学業や家庭の事情から活動休止をしたメンバーもいます。そしてその休止から復活を遂げ、今も第一線で活躍をしているメンバーがいます。それでは今回は、活動休止から復活を遂げた坂道メンバー4選と題して、再び輝きを取り戻しファンの前に戻ってきた坂道グループのメンバーたちを紹介します。それぞれのメンバーがどのようにして困難を乗り越え再びステージに立つまでの道のりを一緒に振り返っていきましょう。彼女たちの努力と強さをこの動画を通してご覧ください。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まずは乃木坂の秋元真夏さんです。秋元さんは乃木坂一期生のオーディションに合格、しかし様々な事情から活動休止に追い込まれました。秋元真夏さんはデビューシングルの選抜メンバーに選ばれ、しかも立ち位置は前列と期待のポジションをもらっていたのにもかかわらず、一度芸能活動を休止をすることになりました。秋元さんが活動休止した一番の理由は、秋元さんが当時通っていた高校が芸能活動を禁止していたからです。もちろん秋元さんは芸能活動が可能な高校への転校を考えますが、親御さんが芸能界へ入ることを猛反対し、大学へ進学するように促したそうです。秋元さんもグループ卒業後に出演したバラエティ番組で、人生のターニングポイントはいつというトークテーマに対し、乃木坂に入ったタイミングを挙げました。乃木坂加入時、父から大学受験が終わるまではダメだと大反対され、また高校も芸能活動が禁止だったこともあり、泣く泣く休業っていうか、まだ何も活動してないんですけど休業してと打ち明けました。私はすごいもどかしい気持ちはあったんですけど休ませてもらいましたと当時の心情を振り返っていました。そして努力の結果、見事フェリス女学院に合格を果たし、グループの4枚目シングルの制服のマネキンから乃木坂の活動を再開させます。その後は大学に通いながらレッスンを開始し、番組収録や公演にも参加し、選抜常連メンバーへと駆け上りました。秋元さんはこの経験を生かして後輩へのアドバイスをしていました。乃木坂が出演する番組乃木ビンゴ5にて、乃木坂について本音で語り合うという企画が行われました。乃木坂の1期生と2期生の関係というテーマについて、秋元さんは1期生が危機感を覚えるくらいに2期生がガツガツ出てきちゃっていいんだよと話すと、2期生の伊藤かりんさんは、次の13枚目のシングル選抜も2期生は1人も入っていなくて、1期生に対抗できる勢力になれてないのが、グループに2期生が入ったことがプラスじゃないんじゃないかっていう考えになってしまうくらい、まだまだ弱いなって感じるので、いい意味でガツガツいかないと問題なのかなとは思いますと2期生としての考えを語ります。すると秋元さんは、私は学業専念による活動休止期間を経て活動を始めたのが1期生と2期生の間なんですよ。4枚目からの参加で 1.5 期生みたいなものだと思っていて、だから2期生が入ってきた時はどうにか場に居やすい環境を作ろうと思ってたんですけど、最近それを忘れかけていたので、今一度参加しやすい空気を唯一の 1.5 期生として作りたいなとは思ってますと2期生に対して話していました。秋元さんはグループのキャプテンを務めるなど統率力もあり、周りに気を配ることができるメンバーです。自身の経験を後輩に伝え、後輩がのびのびと活動をしてもらえるように配慮しているというその姿勢に、多くのファンが称賛の声を上げていました。秋元さんは、たくさん苦労してきたからこそ他のメンバーが困った時に優しく助けてあげることができるのかもしれませんね。次は日向坂の小坂奈緒さんです。小坂さんは2021年6月26日に自身のブログで、皆様にお伝えしたいことがございます。先ほど公式ホームページにてお知らせがありましたが、お医者様より一定期間の療養が必要ということで、少しの間お休みをいただくことになりましたと報告。スタッフの皆様やメンバーに支えてもらいながら日向坂で活動をしてきましたが、ちゃんと万全な状態で活動することが良いという判断となり、この度お休みをいただくことになりましたと伝えました。デビューシングルから4作連続でセンターを務めるなど、
グループのエースとして活躍していた小坂さん、ニーグリやライブ、バラエティ番組、そして写真集や恐竜科学博、ラジオ、雑誌など様々な仕事で目白押しだったこともあり、体調が優れなくなってしまったとブログで告白。メンバーに向けても心配をかけてしまったり、活動に穴を開けてしまうことになり、迷惑をかけてしまう部分も出てきてしまって、本当に申し訳ないなと思っています。しっかり休んで元気な姿になって戻ってきたいです。また一緒に活動させてくださいとメッセージを残した。ファンに対しては、これまで様々な場面でご心配をおかけしてしまって本当にすみませんとお詫びした上で、皆様と時間を共有できる機会が増えてきていたのに、そこにいることができなくて悔しいですが、ここで一つ小坂と約束してほしいことがあります。どうかお休みということを悲しまないでください。またここに戻ってくるために小坂に少し時間をください。離れず忘れず待っていてくださいと呼びかけていました。ファンもこのブログに対して、待ってるからね、ゆっくり直して、小魚は日向に欠かせないから待ってるなどと多くの激励のコメントが寄せられました。小坂さんの休業期間中、同じ2期生の金村美久さんが表題曲のセンターを務めたり、1期生の佐々木美玲さんが小坂さんのレギュラーラジオ番組の代打を務めるなど、日向坂は約束の卵のもし仲間が倒れた時は僕が背負うからという歌詞を体現するように、みんなで支え合い、小坂さんの不在を見事にフォローしていくことになります。その後、小坂さんは約9ヶ月の休養期間を経て、2022年3月4日に自身のブログにおいて活動再開を発表しました。その後、3月30日と31日に東京ドームで開催された3周年記念メモリアルライブ、3回目の日向祭でライブに復帰。当時の全メンバー22名での参加がファンの間でも話題となりました。残念ながら、直前に同じ2期生の浜岸日和さんが新型コロナウイルスに感染してしまい、全メンバーでの参加は叶いませんでしたが、全員がステージに渡っていなくとも22人の心のつながりを感じさせるパフォーマンスを披露。そしてライブで披露した小坂さんがセンターを務める復帰作「僕なんか」のパフォーマンスでは涙を流すファンが多くいました。メンバーが大変な時はメンバー同士で支え合っているからこそ、日向坂はファンから愛されるグループになったのかもしれませんね。次は桜坂の小池美波さんです。小池さんは2023年夏頃から体調不良が続き、医師から一定期間の休養が必要と診断され、2023年10月20日から活動を休止していました。その後、小池さんは2023年12月11日に公式ブログを更新し、赤裸々に伝えてしまうことは皆さんにより一層ご心配をかけてしまうことと理解しておりますが、それも覚悟の上でこれからお話をさせていただきます。私は現在パニック障害を抱えていますと、自身がパニック障害を患っていることを公表しました。小池さんは、自分の中では数年ほど前からこれかなと少し気づいていましたが、気づかないふりをして活動を続けていました。ですがそのせいもあり限界が来てしまい、医師からは一定期間お休みをした方がいいと伝えられ、スタッフさんからも今後の未来将来のためにもお休みをした方がいいんじゃないかなと言っていただき、私の中では悔しい選択でしたが、自分のためにも将来のためにもお休みをしようと休業することを決断させていただきましたと、活動休止までの経緯を報告。さらに小池さんは、ファンへ向けて少しでも早く復帰できるよう治療に専念いたします。これ以上後悔することを増やしたくないので、少しでも早く、あとは皆さんもどうかお元気にお過ごしください。ではまた復帰した時お会いしましょう。私は皆さんのことがずっと大好きですよ。だから皆さんもずっと待っていてくださいねと前向きなメッセージを送りました。約8ヶ月の休養期間を経て、2024年6月26日に発売された9枚目シングル「自業自得」から活動を再開することを発表。休業してから約半年間、本当に毎日不安でした。いつもなら当たり前にできていたことが突然できなくなり、これからへの不安な気持ちと生きた心地がしない日々が続き、外から桜坂を見ている時も自分の現状がどうしても難しく厳しく、桜坂にもう戻れないかもしれないと感じていました。ですが何度か桜坂のライブを見ていた時、 MC の時にメンバーが話していた、桜坂は誰も置いていかない
という言葉を耳にして、その言葉はすごく活動をしていた頃、日々感じていたことで、活動休止してから今までもたくさんメンバーに支えてもらっていて、改めてその言葉を身に染みて感じました、と振り返り、メンバーとファンへの感謝を語っていました。夏の暑い時期に復帰ということもあり、無理はせずに頑張ってほしいです。最後は、乃木坂の神奈川さやさんです。神奈川さんは2023年10月31日に体調不良が続いているため、当面の間はグループ活動及び個人活動を休止することを自身のブログにて発表、一定期間休養をすることになりましたと伝えました。1年ほど前からずっと体調が優れないといい、今年の全国ツアーでも北海道公演後2カ所を休んでしまったり、ミーグリで皆さんとも楽しく笑顔でたくさんお話ししたいけど、なかなか自分の体調をコントロールすることができなくて休んでしまったりしていて、皆さんにご心配をおかけしてしまいました、すみません、と陳謝。一旦休んでまた元気になって笑顔で帰ってこれたらなと思います。休み期間は皆さんとお話しできないのも悲しいですし、お待たせしてしまうのが申し訳ないのですが、復活できた時にはたくさん楽しい時間を一緒に過ごしたいです。誕生日で突然の報告すみません、と記しました。その後、2024年1月10日約2ヶ月ぶりにブログを更新し、本日から乃木坂として活動を再開させていただきます。2ヶ月ほどお休みをいただき、ご心配をおかけしてしまい申し訳ありません、と報告。休業中もファンから温かいメッセージが寄せられたことを明かし、休んでいても心がつながっているように思えました、と感謝を綴っていました。最新作では選抜に復帰するなど順調な回復ぶりを見せている神奈川さん、選抜メンバーとなるとメディア露出も増えると思いますので、休める時にしっかりと休んでほしいですね。いかがでしたでしょうか。今回は活動休止から復活を遂げた坂道メンバー4選と題して、4人のメンバーが再びステージに戻ってきた姿を紹介しました。休業中の彼女らの苦労や葛藤、そしてファンとの再会の喜びが感じられるエピソードばかりでした。彼女たちの復活はただの帰還ではなく、新たな挑戦の始まりでもあります。ファンの皆さんの支えと愛情があったからこそ、彼女たちは再び立ち上がることができたのです。これからも彼女たちの活動を見守り応援していきましょう。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。